スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日は最近の食の変化について、シェアしてみたいと思います。私が食に関して最近取り組んでいることというのが、2つあって、その1つが、お菓子をやめることで、もう1つが、ミルクを減らすことです。で、もともと私は食についてかなり前から取り組んできて、まあもともとお肉があんまり食べられない体質だったのもあって、すごく食には敏感に反応して、自分なりに体が心地いい食はどんなものかなっていうのをずっと毎日実験してきたようなところがあるんですけれども、最近はやっぱりもうずっとやめられなかった甘いものお菓子を減らしたいっていうような感覚が来ていて、で、そのスナック菓子みたいな、その甘いチョコ系のものとか、そういうものをここ1ヶ月ぐらいでかなり減らすことができています。で、食習慣を変えるときに私がいつも思っているのは、完全に変えなくてもいいから少しずつ減らしていって、で、また少し経って食べたいなと思ったらちょっと食べてみて、で、それでまた体がどう反応するかなっていうのを日々チェックしていくやり方でやっています。で、その甘いものもやっぱり値段が高ければそんなに変なものは入っていないので、あと美味しく感じられるので、もし本当に食べたかったらちょっとお値段の張るものを少量食べて、そこで満足するっていう形でやっています。で、ミルクを減らすのも、ミルクティーがすごく好きだったので、ミルクは結構取っていた方なんですけれども、でもやっぱりなんか体がちょっと不快感を感じているのがずっとあったので、それもやっぱミルクを抜くようにしたら、最初はちょっと物足りない気がしても、それもだんだん慣れてきたので、やっぱり体からのちょっとした変化を見逃さないで、その変化にきちんと応えていくことっていうのが大切なような気がしています。やっぱりこの地球の波動がクリアになるにつれて、体ももっと軽くなりたいっていう調整が入ると思うので、完全にすぐにはやめなくてもいいから、やっぱりちょっと減らす方向で試してみたり、で、自分の体がそれに対してまたどう反応するのかっていうのを自分でこう探っていくっていうのがすごく大事な気がしています。